ラリーオーストラリアはオーストラリアで開催される世界ラリー選手権のイベント。当初はアジアパシフィックラリー選手権の一戦であったが、1988年から WRC のカレンダーに加わった。以前は西オーストラリア州の州とパースを拠点としていたが、財政的理由により2007年2008年の開催をキャンセル。2009年より東部のニューサウス。 ウェールズ州に移動して再開された。2009年から2013年までは WRC のローテーション制によりラリーニュージーランドとの交互開催となり、奇数年に開催された。再開後の拠点はシドニーとブリスベンの中間にある観光都市コフスハーバー。コースは赤土のグラベルロード。ドライでは砂ぼこりがひどく、ウェットでは泥だらけでスタックしやすい。 西海岸時代は硬い地盤の上にボールベアリングのような石粒が転がり路面が非常に滑りやすかった。東海岸はラリーニュージーランドのような硬い路面でアベレージスピードも高め。2019年は東海岸の大規模な森林火災の影響で開催直前に中止となった。2006年のグラベルコース1994年は FIA 2L ワールドカップとして開催。ありがとうございます。